こんにちは。ナミさん、お疲れ様です。そして、視聴してくださってる皆様。今回ですね、ご相談内容で、職場がテーマになってました。職場の中でね、まあ、相談者の方、A さんっていう方が、なんか、みんな飲み会に行ってるみたいだけども、僕誘われてないんだ。どうしたんだろうみたいなね。まあ、ちょっとこう、疎開感を得てるのかなと思いますし、ちょっと寂しい思いがしてるので、ご相談いただいたってことになると思います。いや、ナミさんがね、結論出してくださったんですけども、 みんなが変わって自分のことを見てくれることを期待するんじゃなくて自分が変わっていこうよと誘われないんだったら誘う立場になっていこうよとこれまたなかなかいいあの回答だと思います結局飲み会に誘うか誘われるか遊びに誘うか誘われるかって立場が違うだけで結果的には同じ行動をしていくんですよね、うん、でその中であの人を誘うのがまあ慣れてる人っていうかね、まあ、そういうふうな性格の人っているんですよちょっと行かないみたいな感じでね でも待つ人っていうのはある意味楽なんですけどもでも誘われない可能性もあるんですよね。ですんでたまたまあの職場の中でねいつもリーダーシップ取って誘ってくれる人がいるけどもその人との、まあ、関係によっては自分はいつも誘われないみたいなことになると思うんですよ。うん、ですからこれは職場みんなに同行されてるっていうよりもいつもそういった アフターファイブなどのねアフターファイブって今は言わないと思いますけども会社以外の活動で時間を共有したい人楽しみを共有したい人そのリーダーからはちょっと覚えが悪いのかなっていうそのみんなに同行されてるっていうよりも、うん、そのリーダー一人に対してちょっとまだ関係が構築できてないのかなっていうところなんじゃないかなと思うんですよまあでもね多分職場としてはそんなに不自由なく回ってると思うんで一つの考え方としてこっちから誘いちゃえっていうのもありますけども職場の中でね 意地悪されていたりとか、仕事を回してもらえないとかね。まあそういう風なことでなければ、まあ気にしなくてもいいのかなっていうところなんですよ。でも気になるからご相談いただると思いておりますので、一つね、あのー、レイヤー、階層型でちょっと会社を見ていったらどうかなと思うんですよ。まずは会社に属している以上は、一緒に仕事をするグループとしては一目置かれてるわけなんですよ。これはね、別に、あのー、記憶レス必要がありません。実際そうなんで。ただ、 同じグループとして活動する中でじゃあレジャーも一緒にしようかなってなるとみんな範囲が変わってくるんですよ同じ職場なんだけどもじゃあ職場単位でレジャーも別の活動もするかってそんなことないんですよねその時に例えばちょっと食べに行こう飲みに行こうっていうのに誘いやすい人と誘わなくてもいいかっていう人と分かれてくるんですよ残念ながらそこにはこぼれちゃったかなっていうところなんで今度僕も誘って今度私も誘ってって言い方もあると思いますし例えばそこが言いにくいんだったら なんか最近なんか一部の人盛り上がってなんか言ってるみたいだけどもどんな内容なのっていうふうに興味を持つことを示していくっていうことであれよかったら来るみたいな感じでね案外解決が早いのかもしれません、うん、でも明らかにねいやお前がいたらちょっとね飲み会なんかうまくいきそうにないし盛り上がんないからさみたいに思われて誘われてないとしたらまあ自分で飲み会グループを作っていくとかっていうのもあるのかなと思うんですよね。 うん、まあ、いい回答ではないかもしれませんけども、あの、職場単位で、いつもね、じゃあ職場に5人いるとしますよね。5人が5人とも、仕事を離れても同じ活動をするかって言ったら、現実的にそういうことはないと思うんですよ。その現実が、まあ、一部来たかなっていうところなんで、もしかしたらね、今回ご相談した A さんが、映画を見に行こうみたいなね、あのグループを作ったとしたら、参加する人としない人に分かれていくと思うんですよね。その他にも、じゃあ、ドライブしましょうってなったら、 いやうちは行かないんでっていう人もいると思いますしね。うなん。だからそういうもんだやないかなと。みんながみんな同じ部活に入るわけじゃなくって、時には一人部活ってのもあるんで、それはもう、社会に出ればね、仕方がないことだと思うしかない。それによって、いじめられてるとか、なんか、つまはじきにされてるっていうふうに考えちゃうのはちょっと考えすぎかなと。もちろんね、小学校とか中学校にいて、うん、みんなでね、学校が終わった後に、こう、 ままととって出かける時に誘われないとね、どのグループかも誘われないとポツンとすることだと思いますけどももう職場にはね仲良しを求めてるところではないんで個人的には寂しいかもしれませんけども仕事っていうのは仕事をするところであって友達を作るところじゃないねうんそういうふうに考えていく時代ではないかなと思いますよね以前はね職場の関係がそのまま地域の関係だったりしたんですよ うん、つまりは一つの工場なり会社に勤めてる人が地元に帰っても同じ人間関係をその地域で作っているってことが多かったんでね、まあ、今はね、うん、なんか本当に素性も経験も学歴も違う人は一つの職場に一緒くたになるんで職場で仕事以外の関係を求めることは非常に難しくなっているその一つと一つの例かなというふうに私は思いますけどねで逆にですよ今回その職場でなんとなく自分は 呼ばれてないんだよなーっていうふうな悩みが生じたときに今度はねその職場の皆さんにはないような人間関係ができてますそれがナミさんとの人間関係ですよこちらの方がものすごく貴重だし仕事の役にも立つと思いますですんでねもしかしたらみんなと仲良くしていたらナミさんへの人間関係はなかったかもしれませんだからそこを大きな価値と感じることも解決法の一つじゃないかなと思います少なくとも私との関係もこうやってできたわけなんでねうん僕はネットで 稼いでる人とかネットでもう人間関係なくてもね、生き生きと生きてるわけですよ、私たちは。<laughs> そういった一員になったと思ったらいいんじゃないかなと思うんで、よろしかったら A さんね、ナミさんと私とね、場合によってはタカさんとかね、その他の方がガッと集まったところで、ズーム飲み会をしましょうというね、<laughs> そんな楽しみに切り替えてみたらいかがでしょうか。全国ネットですよ。それではありがとうございました。